も皆さんこんにちは。今日はドラクエ10のバージョン 5.1 ストーリーを進めていこうと思います。よろしくお願いします。それではですね、まあ、いつものように視聴者参加型ということでやっていきます。よろしくお願いします。もう一回よろしくお願いします。はい、強調したところでではですね、魔界に戻りたいと思います。カミカミですね、すいません。どこへ行けばいいんだ。ファラザードでいいのか。はい、ファラザードに帰ってきました。で、ストーリーをちょっと確認しますね。これまでのお話ということで。違うか。クエストか。クエストですね。次は、何をすればいいんだ？ちょっと忘れてしまいましたね。まあ、いいか。とりあえず坂、坂じゃない、城の中入っていけばわかるかな。行ってみようか。あれ、ここではない。なん、どこへ行けばいいんでしょうね。ちょっとね、時間が空いてしまったので、どこからスタートしていいものやら。ここっぽいっすね。はい、では多分ここに行けば話が進むはず。おかえりなさい。無事でよかった。ユシカは自分の部屋にこもったままよ。帰ってきてからずっと。あなたの言葉なら答えてくれるかもしれない。どうか彼に声をかけてあげて。ユシカ、彼が来てくれたわ。みんなあなたのことを心配してる。お願いだから扉を開けて。かわいそうだぞ。俺だって大事な子分をなくしたら悲しくて泣いちゃうろ。あ、そうですね、前回ですね、ナジーンが命を落としてしまったんだよね。この記憶の結晶を再生しますね。ポチッ。先の戦い、我も神殿より見守っていた。ちょっと横向きだな。数々の犠牲、あまりにも痛ましい。ことにゼクレスの魔人は由々しき脅威だ。ゼクレスの者が持つミアラの豊穣はかつて魔界を壊滅的な危機に陥れた。放置すればさらなる災いを呼び寄せよう。
どうかこれよりゼクレス城へ向かい、ミアラの法城を破壊してもらえぬか。これはそなたにしかできぬことなれば。なるほど。俺は決めたぞ。ナジンの仇を討ちにゼクレスへ行く。お前もユシカの子分なら一緒に来い。へへへ、親便がそう言うと思って先に偵察に行ってきたよ。今ゼクレスはえらいことになってるよ。あれだけ痛い目にあったバルディスタ軍が往復に乗り込んでゾンパチやってんだよ。ほとんど捨て身みたいな大攻勢にゼクレス城はもちろんベルバインの森の東側にすらようよう近寄れんよ。ベルバインの森には城から脱出するための秘密の通路があるらしいよ。そこが使えれば城に入れるかもね。おいおいお、お前さん、その抜け道を通ったことあるのかよ。よいよ、さすがだよ。うん、うん、あよ、よし、野郎ども、俺たちはベルバインの森にいるって兵士ども、どっかに引きずげるぞ。お前はその隙にゼクレス城に入ってあの化け物をぶっ倒してこい。頼んだぞ。よーよー、あらよ。きっと魔戦鏡の言う通りだわ。東の方で嫌な気配が大きくなっている。ユシカのことは私に任せて。気をつけてね。ねえユシカ、そのままでいいから聞いて。私、記憶がなくて何も覚えてないけど、自分が何をしたいのか何をするべきなのかはわかるわ。あなたもそうでしょ。ナジーンと一緒に見てきた夢がある。あなたにしかできない役目があるはずよ。ユシカ、あなたはこれからどうしたい？はい、ということでゲルヘア原野の東にある石章からベルバインの森に入り、ゼクレスの城を目指しましょう。ストーリーが進んだ。で、アビスジュエルは使えるのか。ゲルヘナ、ゼクレス魔導国行けないね。ベルバインの森石章、ここでいいのかな。行ってみようか。来たよ。で、ここからクエストリストもう一回見る？違うな。ベルバインの森西へ向かおうなんですね。ここ行っちゃっていいのかな？関所から入ってベルバインの森西へ行こう。おお、森西のアビスゲートが開かれたようだ。え、行けるのかい？そしたら今あそこでしょ。あー、了解了解、行ってみようか。
まさにボス手前まで来た感じだね。これで行ってみようか。あ、ボスじゃないのか、なんだ。ベルバインコ来ましたね。ここでいいのかな。なんか違う。なんか間違ってそうですね。あれ？合ってるよね。ここでいいんだよね。戦歴、お話、ここ。なんだ？焚き火の広場からゼクレス城宝物庫秘密の通路に入ろう。焚き火の広場から、あれ、ここって前通ったはずだよね。どこだ？あ、ごめんなさい、全然違う方角でしたね。ここじゃないか。あの上ですね、焚き火の広場。そうそうそう、間違えたね、ごめんなさい、いきなり間違えました。焚き火の広場ですね。ここはまた来るのかな、もしかして。いやー、いつもね手伝ってもらってるんで、自分で進もうとすると分からなくなってしまいますね。いかんいかん、これではいかんですね。全然覚えないや。やっぱ自分の力で迷ってこそのですね、得られる知識というものがありますよね。とか、なんか一丁前のこと言ってみたんだけど、まあね、要はね、アホだから覚えられないですね。さて、この奥でしょうか、この上ですね。よいしょ、上がって、ここの中か、滝ありました。行こう行こう行こう。ん？滝の中？違うの？滝の上か。広場だもんね。ここだよね。失礼しました。よっしゃ、行くぜ。はい、宝物庫到着。これ、え？登録済みだよね。ここに来れるようになったってことか。ドルボードは乗れません。残念。あ、びっくりした。で、今回でこのゼクレス魔導国のなんだっけ、アスバルがね、変身しちゃった魔王みたいな
なんか大きいのを倒す。うわ、痛い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 。なんだなんだなんだ。うわ。びっくりした。なんだこれ。ちょっと待って、なんか仕掛けがあんのここ。わ、びっくりした。まっすぐ行けないんだね。こっちか、今度は。キラーマシン。なんか楽勝かと思ったけど、そうでもないね。わ、びっくりした。どうすんだ、これ。もうダンジョン入っちゃったからね。今から仲間、ね、視聴者の方が参加していただいてもですね、ありがたいのはありがたいんですけども、これどうしようね、合流ね。まあ、ここのボス倒せるかって言われると、ほんとちょっとね、不安はあるんですよ。痛い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 、これ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 。宝物庫への通路ということなんだけど、ここって前一回通ってるんだよね。あれか。はい、宝物庫に来たよ。特に何にもないね。ゼクレスの北側、ゼクレス城地下。ここ何もないよね。大丈夫だよね。なんか何でもないか。お、ここはとりあえず登録しておこう。で、まっすぐ行けるのか。行けない。ここしか空いてないんだね。後ろはダメ。じゃあこっちか。ん？なんかあった？あ、向こう側に宝箱。まあいいや。で、ここ入って、向こうから声が聞こえてくる？何者かが侵入し、こちらへ向かっているらしい。あ、なんかボス戦ですね。行ってみようか。大丈夫か？あー、やっぱりボス戦でしたね。ゼクレス魔導兵たち。わお。これいきなりちょっとピンチになるかもしれない。何人いるんだろう敵。一応ちょっとね、あの保険というか怖いんで、自分天地雷鳴した、あと僧侶の2人で回復担当みたいな感じにしてみました。大丈夫かな、こんな感じで。あー、やっぱりやられちゃったね。もうガチガチに、なんだろうね、もう一人天地雷鳴士じゃなくて、例えば誰、そうだね、旅芸人とかね、出てもよかったかもしんないね。
やー、やられちゃうね。まあ、今回一人でやっても勝てるようにボスは若干弱めでもういいかもしれないですね。やばい、カカロンが消えちゃう。よっしゃ、あと2体かな。ここでやられてるようじゃね、先進めないっすよね。あれ、2体どころじゃないな、全然いっぱいいるぞ。これはちょっとまずいね。やばい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 。どんどん新しい子来てるんだ。よっしゃ、オッケー、カカロンちゃんよろしく。さあどんどん行っちゃいましょう。まあここぐらいね、行けないとねダメっすよね。あ、まだいっぱい出てくる。ちょっと数多いね。まだいけるか、カカロン大丈夫か。これね、気がつかないでカカロン消えちゃうときあるんだよね。あと何体？お、勝った、よかった。はい、ロビンちゃんレベルアップ、キラーマシンね。でお宝何かな、妖精の霊薬もらっとこ。じゃあ先へ進みます。大丈夫かな。うん、いけるよね多分ね。バージョン 5.1 意外にね短いかと思ったんだけど結構続きましたね。もうここで終わりかな、もしかして。
なんか話の流れ的に終わりっぽい気はするんだけど。わあわあ、ちょっと危ない危ない。ここ進んで、ああ、ちょっと緑の子、こっち？これ何？動かしてみますか。こういうのって動かすとろくなことないんですよね。あれ開くのかな。あ、開いた。あー、レバーのようだだね。で、あっちへ行くと入り口で、こっちだと先へ進むということか。あー、またこれ兵士と戦闘になるんだね。めんどくさ。まあでも経験値もらえるから頑張っていこう。ゼクレス、精鋭兵たち。あれ、さっきと違うね。ちょっと見た目が若干人間寄りになってるっていうか、こいつ怖い。やばいやばいやばい。私はとりあえず回復に専念しますよーと。ラピッドティンクルバトンで、攻撃系の人ね、誰か。願わくばね、すぐ終わりにしたいんだけどね。やばいね。あ、やられちゃいました。ごめんなさい。しまった、なんかしびれてる。あー、やられてもうた。あと何体だ？あの2人だけかな？あと1人。よし。ゼクレス精鋭兵残り1人かな？こいつで終わりか。
終わったか、終わらない、終わった。よし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 、じゃあ次へ行こう。おっとレベル上がった、121、嬉しいね。作戦スキル振り分け、あ、7ポイントも溜まってるんだね。どうしようかな、まあなんか適当に振っとこうかな。はい、決定で、どっちから来たんだっけ、逆か。で、また先へ進む。やだな、なんかありそうだな、これ。ちょっと怖いんだよね。何もない。なんか仕掛けがありそうなんですよね。何もない。ないね。ん？下降りられる。降りちゃうとダメか。あ、ダメ？騙された？あ、びっくりした。上がれた。騙されたってことはないか。で、ここ。またレバーがある。で、ここ。を開けるレバーかな。あと向こうも。ああ、どうしよう、あれやるべきかな。普通に考えたらひねくれないでね、これをやって開けての、うん、こっち。え、どこの鉄格子が上がったの、向こう。これ関係ないんだ。おお、で、これはどこへ行けばいいのか。とりあえずこちら側行こう。行けない。まあ、多分正面だろうと思うんだけど。うん。正面だよね。危険な気配がする。地下の侵入者とはお前か。いやしい宝石売りのしもべめ。一度ならず二度までもわらわに歯向かったこと後悔するがよいぞ。お、来たね、これは。おお、あ、姉上、城の正面も突破されたようですぞ。エルガドーラ、バルディスタを愚弄したその罪、貴様らの命で贖わせる。滅ぶのはお前の方だ、野蛮なサルメ。ゼクレス魔導国の深淵なる英知の結晶、その身で
とくと味わうがよい。母上、僕はもうやめ。嘘だろう。バレリアがやられた。撤退、全軍撤退だ。これで分かっただろう。アスバル、母の言う通りにしていればこの世のすべてをひざまずかせることができるのだ。お前は人形、永遠にわらわの人形。そんなくされババアのザレ言などに耳を貸すな、アスパル。くされババア。魔王たる者が大魔王以外に膝を屈するなどあってはならん。俺がお前を自由にしてやる。はっ。なんだあの剣は。どこまでも忌々しい男よ、ユシカ。わらわの魔力すべてをお前に委ねよう。殺せ。
ユシュカを殺してしまえ！ふん！俺たちの選ぶ道が交わったその時、大きな力が生まれる。魔界を動かすほどの途方もない力が。あいつはいつも正論ばかりだ。今ならどんな強敵にも負ける気がしない。さあ、俺たちが相手だ。かかってこい、アスバル！戦うんですね。わあ、どうしよう。強いで一回やってみますね。ちょっとね、一人でもね、一緒に戦ってくださる方がいればよかったんですが、仕方ない。ここはユシュカに任せて頑張りましょう。負けちゃったらちょっとね、ボス弱くします。太古の魔人っていう名前なんだね。あー、たまった。あ、まずい、僧侶がやられちゃったよ。味方の MP が足りないな。大丈夫かな。回復ちょっと忘れちゃったね。まあでもこれがボスっていうことでもないんでしょ、きっと。バージョン 5.1、 この先またなんかありそうな。次はちょっと気を引き締めていかないとね、ダメっすね、ほんと。あ、すごい固まった。どうした？これって何？もしかしてアストロン状態ってこと？あ、すごいすごい。これユシュカの剣がああいうことをやってのける剣なのかな。うん、なんかいけそうだね。やばいやばい、早く起きて。転んでる転んでる。ああ、まずいね。ちょっと
助かった、ありがとう。また転んじゃった。この転びがねちょっとね痛いっすよね。ジュシカ頑張れ。ちょっと今のうちに、あーカカロンが消える。まずい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 。おっしゃー回復、なんとか間に合ったよ。カカロン、カカロンさえいればなんとかなるからね実際のところ。よし、だんだん弱ってきた。いけるかこれは。まずい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 。うわ痛いなこれ。お、チャンス、今ならいける。倒した、やった。でもこれで終わりじゃないんでしょきっと。アスバル、お前が、お前がナジーンを。あ、そうだね、ナジーンはアスバルがあの姿で倒しちゃったんだよね。ここはこらえてくれユシカ王。ゼクレスの裏切りは全て姉上がエルガドーラが企んだことだったのだ。見てくれアスバルの首輪を。エルガドーラはあれを介してアスバルの意識をずっと支配していた。だがエルガドーラはもう死んだ。ミアラの法上も壊されて、もう二度と魔人が現れることはない。キデンはアスバルの友人だったはずだ。だからどうか許してくれ。許せない。ああ許されるはずがない。どうしようもない俺の落ち度だ。アスバルの異変に気づけなかったのも、ナジーンが死んだのも、全部全部未熟だった俺の。二人とも無事でよかった。この女がしつこくつきまとってきたんだ。お前を助けにゼクレスに行けとな。魔界の三国それぞれが深手を負った。もはや戦争など続けられるはずもない。俺はファラザードを立て直す。お前はどうする。この魔界を
どうしたいと思ってる？え？どういうこと？叶うことなら、お前が選ぶこの先の道が、俺が選ぶ道と交わっていてほしいものだ。ああ、協力したいっていうことかな。少なくともナジーンはそれを望んでた。そうだろ。今はお互いに時間が必要だ。またな。心の痛みを乗り越えた時、人はきっと強くなれる。彼も乗り越えられるわ。あなたがいろんな痛みを乗り越えて今ここに立っているように。さあ、魔戦郷のところへ戻りましょう。ずいぶん長旅になってしまったから、これまでのことを報告したいわ。よっしゃ、なんだ、もう帰っていいのかい？でもこっちが開かなかったんだよね。これ、え？開かないんだ。ってことはこっちも無理。で、ここをもう一回入っても、あ、ダメか。あ、戻ろうって言われちゃったね。やっぱ行けないんだね。ここも行けないんでしょ、きっと。うん、ダメっぽいね。とりあえず宝箱回収して帰りましょう。アビスジュエルで、どこだっけ？大神門、違う、五田神殿、ここですね。大魔王の範囲を手に入れたそうだな。うん。あ、ここで今初めて渡すのか。で、魔性の巫女としてさらわれた異竜者を救い出し、魔界を滅ぼす脅威。ゼクレスの魔人を見事倒してくれた。そうだね。あ、結局あいつがボスでその後いなかったのか。お、経験値もらえた。ということは、ここで一区切りとなるのかな？ああ、アビスゲート解放されましたね。あ、これにてバージョン 5.1 完結っぽいな。
一緒に行こう、ナジーン。次回、王の戴冠。はい、ということで、これにしてバージョン 5.1 完結となりました。なったようです。はい、いや、なんかね、なんとかなっちゃいましたね。うん、じゃあそうですね、キリがいいのでここで今回は終わりにしたいと思います。次回はですね、またちょっと未定なんですがね、はい、次ちょっとね、一回ストーリーをお休みして、なんか別のことやっていくかもしれませんね。はい、それでは今回はご視聴ありがとうございました。これにて終了でございます。よろしければチャンネル登録フォローよろしくお願いいたします。はい、では失礼します。